世界ミステリーチャンネルへようこそ。今回お送りするのは、ひしもじんについて。ひしもじんを祀ってあるところは全国にちらほらあり、安産にご利益があるとして信仰されていますよね。そして名前に鬼という字が入っていることからもわかる通り、神として祀られる前の神らしからぬエピソードというものもあります。かなり有名な話ですが、そこから生まれた勘違いが今も残っているという話も。ざっくりとしか知らない人も多いと思いますので、今回はぜひひしもじんについて知っていただきたいと思います。それではどうぞ。仏教を守護する天部の一尊であるひしもじん、そのルーツはインドのヒンドゥー教の神ハーリーティにありました。これはサンスクリット語になっており、それの恩者カリテイモとも呼ばれますが、ひしもじんが一般的な呼び方となっています。この神は安産や子育ての神として広く崇拝されているのですが、実は恐ろしい一面を持った存在でもありました。それが記されているのが、中国の義上という唐代の僧が勧約した根本説一切産びなや造寺という仏教典です。ここからこのカリテイモについて書かれた話を紹介していきましょう。その昔、インドの王舎城というところに名高い僧が説法に来るということで、それを聞きに500人もの人が集まりました。この集まった人々はその道中、牛飼いの女性に出会ったのですが、彼女にも一緒に説法を聞きに行かないかと声をかけます。その女性はぜひとも行くと喜び、妊娠しているにもかかわらず誘ってくれたことに対して感謝の踊りを踊って披露しました。よっぽど激しく踊ったのか、不運なことに踊っている最中お腹に激しい痛みを覚えて倒れると、そのまま流産してしまったんです。しかし悲しみと痛みに打ちひしがれる女性に対し、誰一人手を差し伸べる者はいませんでした。その後、女性は説法会に500人分の牛乳を持って行き、名高い僧に供養します。しかしその心の中は恨みにあふれており、今度生まれ変わったら王舎城に生まれ、人の子供を端から食べてやると誓っていたんです。まあここまで突っ込みどころもあり、完全に自業自得の上逆恨みな気もしますが、誰も手を貸してあげなかったというあたりに恨みを感じていたのでしょう。こうして数百年後、その女性は王舎城のヤシャ人の娘ハーリーティとして生まれ変わりました。美しく成長した彼女は結婚し、嫁いだ先で500人もの子を産みます。これだけ子供がいれば体力も必要となってきますが、ハーリーティは滋養をつけるため、そして前世での恨みを晴らすため、毎晩王舎城をあちこち巡り、子供をさらってはその肉を食べたのでした。このようなバックボーンを持ったのがひしもじんです。安産や子育ての神であるのに、逆に子供を食べていたという話を持っているわけですが、なぜそうした子供に関する属性を持つ神になったのか。それでは話の続きを紹介していきましょう。いなくなった子供を探して回った王舎城の人々でしたが、いくら探しても見つからず途方に暮れてしまいました。そんな時、すべての人々が同じ晩に同じ夢を見て、そこに現れた神が、ヤシャ姫ハーリーティの仕業なので、お釈迦様に救いを求めなさいと告げます。それを聞いた人々はお釈迦様に救いを求めました。ここでお釈迦様が何をしたのかというと、ハーリーティの一番可愛がっていた末の子を奪い、托鉢の鉢の中に隠してしまったんです。ハーリーティは地獄から天上まで、気が狂ったように7日間も探し回りましたが、子供は一向に見つかりません。こうしてハーリーティはお釈迦様に相談に向かいました。そして、私の子供がいなくなってしまいました、どうか私をお導きくださいと話す彼女に、お釈迦様はこう諭します。お前は500人も子供がいるのに、一人いなくなっただけでこうまで取り乱す。お前が食べた子供たちの親がどれほど悲しんだか、その気持ちはわかるか。子供が可愛いのは、鬼人も人も変わらないのだ。この言葉に我に返ったハーリーティは、涙を流し、ようやく自分の過ちと人間の悲しみに気がつきました。こうして子を返してもらい、もう他人の子供を食べないと誓って仏教に帰依すると、慈愛に満ちた母親へと変わり、
安産や子育ての守り神となったんです。こうした流れで鬼神から神となったわけですが、その見た目もやはり天女のような美しい形で表されたり、恐ろしい姿で表されたりします。天女のように表されるときは、大体が羽衣をつけた美しい女性の姿で、慈愛に満ちた表情。そして、右手にはザクロを持ち、左手では末の子、ヒンガラを抱きかかえています。もう一方の鬼女の姿のときには、鋭い目つきで口は大きく裂け、名前の通り鬼のような形相。これは、法華経の信者の邪魔をする者を戒める姿とされているんです。さて、この鬼子母神の天女型の方ですが、手にザクロを持っていると言いましたよね。先ほどの話では、お釈迦様がハーリーティに、また他人の子を食べたくなったら、その代わりにこれを食べなさいと言って渡したのがザクロだと言われています。また、背書きの時にはザクロの木のそばで行ってはいけないという話もあるのですが、これはガキが食べ物と一緒にザクロの実を食べてしまうからと言われています。ザクロは人肉の味などと言われているため、ハーリーティは子供の肉の代わりに。背書きの場合は、ガキが人肉の味を知ると人間が襲われるためなどという話もあるんです。こうした理由があれば、子供を食べないと誓った割には人肉を欲しているとも考えられるのですが、実はお釈迦様がザクロを与えたという話は、日本でできた俗説だと言われています。ザクロの実はたくさんの粒からなっていて、その中一つ一つに種が入っているため、縁起がよく子宝とも結びつけられています。また、鬼子母神が手にザクロを持っているのは、そもそも仏典が簡訳された時に、吉祥花がなんだかよくわからなかったので、ザクロで代用していたんです。ザクロは人肉の味という話も、鬼子母神が子供を食べていたという背景があったために広がってしまった勘違いの噂話だったというわけです。いかがでしたでしょうか。今回は鬼子母神についてお送りしました。鬼子母神の話から最終的には真偽不明の噂話の背景になってしまいましたが、意外なつながりがあって面白かったのではないでしょうか。でもそもそもザクロが人肉の味というのも勘違いで、確か血の味に近いが正解だったような気がします。まあ人肉の味についてはいろいろな話がありまして、豚肉が一番近いだとか白鳥が一番近いだとかありますが、口にしようなんて思わないですよね。とはいえ、割と近代まで食人の文化というものは世界中にあったわけですが。ということで今回のお話はこの辺で。今回お送りした動画も何かのお役に立てていただければ幸いです。